ギレルモイグナシオ・カナスは、アルゼンチンブエノスアイレス出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは8位。ATP ツアーでシングルス7勝、ダブルス2勝を挙げた。カニャスの表記も多く見られる。カナスは、同僚選手のギレルモ・コリアと同じく、アルゼンチン最大の男子テニス選手である、ギレルモ・ビラスにあやかって命名された人である。1995年に、プロ入り。 1998年からカナスは男子テニス国別対抗戦デビスカップアルゼンチン代表選手に選ばれた。1999年8月全米プロテニス選手権でダブルス初優勝。2000年のシーズン中にカナスは左手首の故障で4ヶ月間を棒に振り、一時は世界ランキングを227位まで落とした。それを乗り越え、 2001年4月のハサン2世イグランプリの決勝でトミー・ロブレドを破りシングルス初優勝を果たす。この年は四大大会でも初めての好成績を出し全仏オープンとウィンブルドン選手権の2大会連続で4回戦に進出した。ウィンブルドンの後カナスはメルセデスカップのダブルスでライナー・シットラーとペアを組みダブルスに証明を挙げている。こうして 世界ランキングを15位まで戻したカナスは男子プロテニス協会の2001年度のカムバック賞を受賞した。2002年全仏オープンでカナスはアルベルト・コスタとの準々決勝まで進出し4大大会の自己最高成績を更新した。この年は1月のチェンナイオープンと8月のカナダマスターズで年間2賞を記録し年間獲得賞金も110万ドルを稼いだ。 カナスは、こうして、年間100万ドル以上を稼いだ、最初のアルゼンチン男子テニス選手になる。しかし、2003年にカナスは再び大きな故障を抱え、3月14日に右手の手術を受けた。中手骨の人体損傷を治療した後、9月にツアーへ復帰する。2004年のシーズンには、彼はツアーのシングルスで年間3勝を挙げた。 2005年全仏オープンで、カナスは3年ぶり2度目のベスト8進出を果たすが、準々決勝で、同じアルゼンチンのマリアノ・プエルタに2から6、6から3、6から1、3から6、4から6のフルセットで敗れた。ところが、2005年2月21日に、メキシコオープンにおいて、カナスが禁止薬物である利尿薬のヒドロクロロチアシドに陽性反応を示したことが発覚する。 2005年全仏オープンで2度目のベスト8に進出した直後、このドーピング問題が明らかにされ、カナスは国際テニス連盟から2年間の出場停止処分を受けた。この件はスポーツ仲裁裁判所に持ち出され、カナスの出場停止処分は当初の2年間から9ヶ月短縮されて15ヶ月になった。問題が発覚した2005年6月11日から起算し、 15ヶ月後の2006年9月11日に処分が解除された。カナスはここからツアーに復帰を果たし、2007年からデビスカップアルゼンチン代表にも復帰する。ワールドグループ1回戦で対オーストリア戦のシングルス2試合に勝利したカナスは翌週の大会の決勝でフアンカルロス・フェレーロに勝ち、3年ぶりとなるツアー7勝目を挙げた。三月に入り、カナスは インディアンウェルズマスターズとマイアミマスターズの2大会連続で世界ランキング1位のロジャー・フェーデラーを破る快挙を成し遂げた。マイアミでは決勝まで進出したが、ノバク・ジョコビッチに3から6、2から6、4から6のストレートで敗れて、準優勝になった。全仏オープンでも2年ぶり3度目のベスト8に進出し、ニコライ・タベデンコに敗れた。カナスは2010年に現役を引退した。 引退後は指導者として活動しており、ティムラズがバシュビリ、ウェイン・オデースニク、エルネスツ・ガルビスなどのコーチを務めた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2005年全仏4回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。